いい思い出の方が多いですね。まあ、その中でも2008年ですかね、 ACL で優勝したシーズンっていうのは非常に印象に残ってる1年であって、まあ、もちろんクラブに初めてアジアのタイトルをという思いで臨んだシーズンで、負けることなく、優勝することができたことが、まあ、非常に嬉しかったですね。その年はもう2月から、まあ、今はもう亡くなりましたけど、パンパシフィック選手権といってなんかハワイで大会があって、本当いろんな海外に、ガンバとして参加することができて、ね、バンドとか当時カジとか、まあ、ヤットとかその辺みんなで移動とか大変ですけど、時差ボケ対策のためにとかで、まあ、トランプだうのをしたりとか、まあ、少し食べ物を楽しむために少し外に出たりとか、国々でなんかこうちょっとずつ楽しんだ思い出っていうのが非常にありますね。指導者として、ガンバに帰ってくることができて、今アカデミーのコーチとして働いてますので、より多くのアカデミー育ちの選手をトップチームに上げていく、それがもう全て自分の仕事だと思いますし、その数をできるだけ大きくする、それが自分の仕事、自分の目指すものだと思います。スタジアムに到着する時から、で僕らがウォーミングアップ入場する時から、あの声援っていうのは間違いなく今でも選手たちのこう力になってると思いますし、僕自身熱くなってるところをさらに熱くしてもらえたというか、そういう思い出があって、まあ、僕個人的なところで言いますと、まあ、本当最後退団する最後の試合で、まあ、チームが優勝することができて、まあ、そこで、ね、僕の名前をコールしてもらえたっていうのはなんか非常に嬉しかったですし、感動しましたし、なんか言葉には表せないほどこう、まあ、頑張ってやってきてよかったなというふうに思わせてもらいました。選手としていい経験、いい時間っていうのを一番多く過ごさせてもらいましたし、そこから一回離れて改めてガンバ大阪というチームの大きさとか再認識できましたし、改めて自分にとって大事で大切なクラブであると同時に大きいクラブだなと思います。